はい、どうも、アキラです。今回は超使えるコード進行をお伝えしたいなと思います。まあ、この動画撮っている僕はアコギ歴20年以上の講師をしております。どんなコードかというと、こんな感じですかね。今弾いたのがコード名を言うと G で Am7th で、これは C on B かなんかかな。で C メジャー 7th で B7th で Em7th かな。で Am7th で最後1本だけピッと押さえてるのが Am7 on D かな。このコード進行の特徴として、音がどんどん上がってってるっていうイメージですかね。でベース音だけやるとこう上がってどんどん上がってってるんですよね。まあちょっと隣いきますけど、こんな感じになります。 J-POPとかでこのコード進行の上がったり、まあ、下がったりするやつもあるんですけど、いっぱい出てきますね。今弾いてて思ったのが、ルクプルさんの日だまりの歌ってご存知ですか？会えなくなってですね。どれくらい経つのでしょうやったかな。サビのどんなに言葉にしても一緒かなと思います。どんなに言葉にしてかしても足りないくらい、こんな感じでベース音をどんどん上げたり下げたりすることで、いろんな曲に応用できるかなと思います。実際弾いてみていただいて、弾ける方は音が上がっていくっていう法則みたいなのがあるんやなと、なるほどってなるパターンが圧倒的に多いと思うので、ぜひ一緒にこの動画見ながらですね、ゆっくり再生したりしながら練習をしていただければなと思います。で、僕がよくやるのはですね、このさっきどんどんこう上がってってたじゃないですか、これを逆に下げていくやつもやりますってことですね。これ C メジャーセブンス、B マイナーセブンスのテンションで A マイナーセブンス G でやったんですけど、ベース音で言ったらっていう感じで、ドシラソーって下がってる感じのベース音になります。難しい話をすると、ここもドです。6弦の8フレットもドなのでテンションコードになっちゃうんですけど、こうこういうね、おしゃれなやつもよく使います。で、僕はですけど、ずっとこの正派指をこうやって押さえるのがしんどい派なので、なるべく楽をしようと思った結果、結構テンションコードに最近逃げがちというか、まあテンションコードが好きなのでよく使いますね。なんとなくのコード進行、自分の中でこう来たらこうやなとかっていうのができてくるはずなんですよ。こう練習してるとね、スポーツみたいな感覚だと思います。ギターも今日弾いたなんか一番最初のとかもなんかもっとつなげることできますし、こう下げてったりね、なんかいろんなパターンというか、まあ自分なりのですけどパターンが僕的にはあります。今日はまあ僕の手癖みたいなのを垂れ流す動画となってしまいました。僕のチャンネルではこんな感じでギターの話、ネタを中心に発信しております。最近ちょっとネタ切れなので、自分のできることとかをただ垂れ流してる
だけの人みたいになってますけども、もしよかったらリクエストいただければなと、うん、概要欄のところにアコギ初心者の教科書っていうプレゼントを期間限定でお配りしてますので、よかったらゲットしてみてください。最後までありがとうございました。アキラでした。